話がこじれていく。言っておくけど、ストレアはナビゲーションピクシーなんだよ。SAO ではプレイヤーたちの心を癒すのが私の仕事だったんだよ。だからフィリアも何か困ったことがあったら言ってね。私がこんな風に癒してあげるから。これがストレア流の癒し方だそうだ。キリトにもよくこういう風にやってあげてるんだよ。また勘違いされそうな言い方を。さすがにもう勘違いしないよ。これだけ一方的なのが分かればね。それはよかった。よくないよ。これで十分癒せたかな。またねフィリア。え、ちょっと。まあストレアも悪気はないんだ。仲良くしてやってくれ。さんからメッセージが届いたよ。ああ、俺にも届いた。 NPC とはいえ女神からメッセージをもらうなんてなんだかすごいな。助けてもらったお礼をしたいのでフェンサリル宮殿に来てください。だって行こう。お兄ちゃん、お待ちしておりました。我が主、フリックの宮殿にお越しいただきありがとうございます。私が宮殿をご案内いたします。ありがとうございます。すごい。はっ、こっ、なあ。はい、お二人前はあれ、そろそろ。え、実フリック、フリック、ぜひこの、お兄ちゃん、ちょっとこっち来て。あ、すぐ、いきなり俺の手を引いてどこに行くんだ。やっと止まったか。ここでいっか。いきなり宮殿を飛び出してどうしたんだ。お兄ちゃんが誰かと踊るのが嫌だったんだもん。ねえお兄ちゃん、さっきの続きしよ。続き？ダンスだよ、ダンス。ねえ、ちょっとだけでいいから。こんな素敵な夜空の下で踊るなんてもう一生ないかもしれないよ。わかった、付き合うよ。やった、ありがとう。って言っても空中で踊るのか。地上より難易度が高いような気がするんだが。大丈夫、お兄ちゃん随意飛行だってすぐできるようになったんだからさ。
まあそうだけど、飛行とダンスは違うんじゃないか。それじゃあ空中で踊るコツを教えてあげようか。コツがあるんならズバリ、ほば、お、こっちに突っ込んでこないでよ。ごめん、思いのほか制御が効かなくて。難しく考えるからだよ。私が補助してあげる。いくよ。大丈夫だよ。バランス崩しても私が受け止めてあげるから。ああ。ゆっくり横に。おお、こんな感じか。なんだ、お兄ちゃん上手いじゃない。ああ、飛行の練習だと思うとうまくいくような気がするな。少しずつだけどコツもつかめてきたぞ。意外と楽しいもんだな。予想してたのとは違うけど、楽しいならいっか。あ、流れ星。え、お兄ちゃん早くお願いしなくちゃ。ああすぐは何をお願い事したんだ。教えない。お兄ちゃんは何お願いしたの。すぐがずっと仲良くしてくれますように。え、何それ。せっかくこうしてまた一緒に VR 世界を旅するようになったんだ。これからもずっとこうして隣で笑っててほしいなって思ってさ。そんなの当たり前だよ。私がお兄ちゃんを嫌いになるはずないじゃない。すぐ。だからお兄ちゃんの願い事は叶ったも同然なんだから。そっか。さて、俺の願い事は教えたんだ。今度こそすぐのを教えてもらうからな。あ、見て見てお兄ちゃん、東の方が明るくなってきたよ。もうすぐ夜明けだね。あ、おい、すぐはぐらかしたな。早くしないと置いてっちゃうよ。私の願い事、そんなの決まってるよ。大好きなお兄ちゃんとずっと一緒にいられますように。いつでもいらっしゃいね。
てやる。キリト君、頼りにしてるからね。はっ、僕もこの調子で頑張るよ。はっ、